はい、どうもどうも、スマッチマッキーね、ダメるね、ガタンつった今ね、始まりましたよ。はい、ね、始まりました。今月もはいズバッと解決。すごいじゃん、やる気になってるじゃん。スマッチのやってらんねえぜ先月ちょっとおかしかったから、なんかちょっと、ね、はい、気を取り直してやりましょうよ。そうですね、第41回、はい、11月行、おーね、行きましょう。はい、はい、その前に、うん、ラインナップの前に、はい、マッキーがほらバナナマニア、あ、そうなんですよ、復活した、そうね、リニューアル、これ何買ってきたの。これバナナジュースの生乳と豆乳。おお、ちょっと飲んで。はい。あ、美味しい。甘くてとろとろで美味しいね。うん。うまっ。これって、うん、いつぞやのバナナジュースの、うん、賞味期限1分じゃないよ。打ち合わせしてるから立ってるよ。うん、と。そうだけどね、すごい。全然美味しい。美味しいよね。あとね、はい、皆さんお待ちかねの、はい、僕の健康診断の結果が出ました。お待ちかね、お待ちかねだった、うんうんうん、異常なしということで、ありがとうございます。よかった、もう体が一番だから、はい、うん。さあ、ラインナップいきましょう。はい、今月は4つあります。はい、1つ目、新小岩新店舗情報。おい。2つ目、小松通り情報。はい。3つ目、子ども食堂オリーブ情報。はい。4つ目、南葛 SC 情報です、うん、はい、そうですね。今回は割とコンパクトにまとまってると思いますので、はい、うんうん、見やすいですよね、ね、行きましょうか、はい、じゃあタイトルコールをお願いします。はい、はい、次世代ラジオしまっちのやってらんねーぜ。お、なんか現れた。はい、はい、最初ははい、新小岩新店舗情報です。そうだね、はい、今回も多いかな、うん、割とね、多いです ね、うんうん、5店舗そうですね、はい、はい、ではお願いします。はい、1店舗目、中川クレープ。中川クレープ、はい、ね、あの今から言うところはもう全部概要欄で載せてますんで、はい、細かい場所とかはそこでチェックしてほしいんですけど、はい、ここは10月15日にオープンしてましたね。うん、はいはい、で市川市浦安の人気店、山口クレープののれん分けだそうです。おー、はい、オーガニックの小麦粉、はい、ギーなどのこだわった生地。ギーってなんだい。でもなんか最近よく聞くような気がしますけどね。あ、そう。でもなんだろう、ギーって何だったっけ。ギーって忘れてた、はい、不透明なまま進みますね、はい、で店長が農業系の高校に通う現役高校生、はい、すごい、高校生が店長ですね。で珍しいあんこクレープもありますみたいな。うん、営業時間が火水金が18時から21時。次ははい、2店舗目、モーリッシュご飯&カフェってことですね。おー、モーリッシュって読むんだね、うん、もうずっと読めなくてモーレッシュモアイズシュ、あー、なんかね、そんな感じしますよね、うん、あの場所でいうと宇都津川の横ですね、うん、本当に。ここはなんかおにぎりも、可愛らしいおにぎりも売っていると。へー。で自家製お味噌、産地直送の卵と米が売りなんじゃないですかね。なるほどです ね、うん、ケーキもありますよとメニューにね。営業時間が9時から6時。おお、18時ね。なるほど、夜はやらないんだよね。あ、まあカフェだから、そっか、そうですね、ね、
でもなんか9時からって結構じゃあ早い感じですね。早いね、うん、9時からだから現役高校生が店長ではないですね。学校があるから なるほど、社会人だな美味しそうですね。女性2人と見ましたよ。あー、そうかなはい、次、はい、3店舗目ハンバーグ専門店がっつりハンバーグ。はい、はい、これは10月6日にオープン、うん、はい、でオンラインデリバリーサービス限定店舗っていうことは、ほう、そのお店構えてないんでしょうね。うーん、いわゆるもう電話注文とかネット注文してやるっていうことなのだと思いますよ。うーん、でそのがっつりハンバーグ、はい、プラス、うん、とろーり卵のオムライスハンバーグ新小岩店、お、至福のふわとろオムライスイタリー亭新小岩店、へー、3店舗同時オープン。あ、そういうこと。でも店は構えてないから、あ、まあ、ゴーストレストラン的な感じなのかな。へー、はい、まあ、絶対ホームページもあるだろうしね。そうそう、うん、概要欄載っけてますんで、はい、はい、続きましてはい、4店舗目おかずラーメン肉玉そばおとど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 ね、はい、11月7日にオープンしてますね。はい、もともと東新小岩に、うん、あったんですよ。知ってた。知ってました、知ってました。食べたことはあるんですよ。あるんだ。葛西の方にもあって、そこで食べました。東新小岩では食べたことなかったんですけど、日本一ご飯が進むラーメン、うん、すごい有名ですよね。うん、うん、そうなんだね。そうそうそう、なんかあの大食い YouTuber さんとかが、うん、でっかいので肉バーッと乗ってるラーメンを米と一緒に食べます。へえ、場所があの肉の村山って平橋通りあるじゃないですか、うん、はい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 、あそこの店舗を2つに分けて隣同士でやってるみたいな、うんうん、ああそうなんですね、感じですよね。ほほほ、はい、すごい、絶対こうもう近くにできてほしいと思ってたから。あ、美味しいんだね。そのめちゃくちゃ美味しいですよ。好き。続きまして、はい、5店舗目箱ジム新小岩店、はい、これは11月4日にオープン、はい、ね、24時間いつでも使える個室ジム、うん、だ全室部屋鍵が つけられるっていうね。うん、まあ、今の時代にマッチしてるんでしょうね。なるほど。見るとね、月会費が5280円って書いてましたね、はいはいはい、安いよね、うん、プラス、うん、パーソナル トレーナーを1人つけると、はい、3270円1時間プラスされますと。まあ、うんうんうん、それだけでも安いよね、うんうん、24時間使えるんですもんね。そうそう、ね、ジムもできましたね。いいですね。いいですよね、うん、今回はこの5店舗はいやりました、はいね、うん、皆さんぜひ、はい、もうちょっと調べていってください、ね、はい、お願いします。続きまして、はい、小松通り情報です。来ましたね、はい、はい、さあ見ていきましょう。はい、出た、続小松通りは動物の森前回痛い目を見たのを分かっていないのかと。いや、多分挑戦状だと思う、僕らに対して、ね、そうそう、まあ、確かに黒猫山とは除外されましたよね確かに、その除外、その下のやつね、小松通りは動物の森って写真載ってるじゃん、はいはい、でも下に鳥、トンボ、タイガー、スワロー、もう文字そうそうそう、文字もいいのねえ、本当だよ、すごいね、すごいね、かき集めた感が満載でございます。本当よ。まあそんな小松通りということで、はい、アダージオさんが変わりましたね。おお、そうです ね、うん、バイオプログラミングはさらに 7D プラスから、うん、ね、ここにドライヤーが書いてあるってことはドライヤーなんだろうね。あー、ドライヤーか。10分間無料体験実施中、実施中実施中ね、すごいよ、ほら
7D プラスから 27D プラスへと進化。えらい進化ですよ これ7D ってどのぐらいだったんだろう。 7D もすごそうですからね。まあもちろんこれも不透明なまま終わりますけどもでもまあ知ってる方は知ってるんでしょうね。そうでしょうね。あのえ27までいったって。そうだよね、うん、試してみたいっていう人いると思いますよ。この前まで24だったの、うん、こんなことで時間を使うわけではないので次行きましょう。すいません、はい、ね、カフェライト初登場じゃないですか。そうです ね、 ね、うん、ここも美味しいですよ ね、 ねーケーキも美味しい。食レポ行ってましたよね。行ってました。で、あれですもんね、あのゲストにも以前に来ていただいてますよね。カフェライト庄司さん、ゲスト？ゲスト？出てたっけ？あれ？ドラマは出てたよ。そっか、うん、ドラマか。もう今回全てが不透明なまま進んでいて、だって解決するって言ってたのにまあね、カフェライクは食と健康の源を考えた食事を提供していますからね、はい、皆さんぜひカフェライクね、はい、昼間なんかママさんちっちゃい子連れて行ってますし、うん、ね、ベビーベッドも置いてあるぐらいですから、ウェルカムですからね、はい、ぜひぜひカフェライク行ってください。はい、裏、はい、ミラグレーン気になりますね。ミラグレーンって肝臓のやつだっけ。そうです、使えるね、はい、マッキーには大事な、大事ですね、600錠入ってますから本当だね、すごいよ、ね、600錠14,960円。そうだよね。でマッキーぐらいだと600錠必要ですよこれは3日分おかしいおかしいおかしい。あと金子屋食品がふるさとグルメ、はい、お、まあ、年末だからね、もうお歳暮、お年賀とかにやればいいんじゃないですかね、うんうんうん、カタログギフトを送るんじゃないですか相手に。あ、そういうことか、はい、はいはいはい。三栄美術印刷、お、来た。今回大盤振る舞いですよ、はい、さっき の、 あの動物の森、はい、小松通りにはいっぱいいますよと、うんうん、でなんかね鳥のマークがあって、うん、はい、でその表面のねその動物の場所が分かった方は、うん、年賀状印刷代が半額ですと。おお、どうぞ見つけてくれとその鳥を鳥をね、これ僕知ってるんですよ。あ、知ってるの。あら、あの菅さんから教えてもらったんですよ。ヒントだけ言いましょう。ああ、そうなんだ、はい、このヒントをたどれば、うん、印刷代半額になりますからね。 お得情報だ。ビッグサプライズを今から起こしますよ、うん、お、ありがとうございます。これね、ヒントは、はい、鳥は石屋の鉄塔にあります、うんうんうん、あ、言ってるじゃ、ヒントじゃない、言っちゃったよ。言っちゃったねどうすんの、三栄美術印刷さん、売り上げを半額にしてやろうかなという計画ですよ半額になったっていいんだもん、だって書いてある、うん、あ、そうか、するぞと、ね、いいんだよ、まあ、でも想定内ですよね、志麻さんから言われる、言うだろうなって、言うだろうと思ってると思う、あのおじさん思ってますから、うん、思ってる思ってる、はい、大丈夫です。ということで鉄塔に行ってね繰り返すね、あったよって言ってください、はい、お願いします。あと宇佐美電機さんね、はい、夏からずっとエオリア、うん、そうだ、やってますよ、うん、厳しい冬も快適というね、値段も変わってないですしね、変わってない、据え置きですよ、うんうん、本当だ、ね、春になったらどうするんだろうね、は、送風もいいぞってなるな春また違いますから、ほら工事もこうやりますよみたいなのいつも書いてあるじゃないですか、うん、エアコン以外の時、そうですね。そして宇野製菓、はい、宇野製菓ね、特売日28、29、30と、おー、ね、これ配信される頃には終わってるっていうことですよ、うんうんうん、12、あー11、そうだね、そうですよ、なんかでも毎月やってるからこの日、そうですよね、そう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 、でぜひぜひ、はい、宇野製菓さんね、焼き芋も美味しいんで行ってください、はい、ということで小松通りと、はい、終わります。終わります。はい。続きまして、はい、オリーブ情報です。そうですね。子ども食堂。あ、はい。
オリーブキッチン、こちらはですね、はい、子ども食堂、今月は12月3日土曜日、はい、12時から15時、うん、子ども無料、大人300円、うん、前日までに予約してくださいと、まあ、それも概要欄に予約の URL かなんか貼っときますんで、はいはい、場所はビューリエット新小田3階、はい、スマイルホール、駅前のマンションありますよね、うんうんうん、でこの日同時にクラフト教室で1時から3時までクリスマスの可愛いオーナメント作成もやりますと。あ、そうなんですね。なんでそこのイベントに参加する方はできればその食事は12時から1時の間に取ってくれると1時からすぐ始められますよということですね。なるほど。あと新しく試みで、はい、オリーブ自習室ね。ほう、これは新小岩地区センター3階、うん、第2会議室。ほう、これはあのさっき言った石屋さんあるじゃないですか。はい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 、はい、鉄塔に鳥が張ってある、はい、石屋さんの隣の隣ぐらいの、はい、ね、うん、ところなんだ。あ、そう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 ですね、うんうん、でこの自習室ね、はい、12月1日、8日22日木曜日ですね全部。うん、で16時から20時半までやるんですけど、はい、小学生は16時から17時の間、はい、で中学生以上が、うん、16時から8時半の間、うん、あ、そっか、時間が分かれてるの。そうそうそう、で予約不要ですから。ほうほうほう、ね、でまあ学生優先ですよと、うんうん、だからちょっとお勉強を教えてあげるよっていうボランティアも募集してるみたいなので、うんうんうん、概要欄でちょっとチェックしてみてくださいということですね、はい、さあ続きまして、はい、南葛 SC 情報です。はい、はい、これはマッキーがいろいろ言ってください。はい、12月10日土曜日、アリオ亀有にて南葛ファミリー大感謝祭2022よっ、今年もシーズン終わってね。そうですね、頑張りましたね。はい、はいはい、参加無料、13時から15時、はい、イベントスペースにて開催ということですね。そうですね、はい、着席観覧席が60席そうですね、はい、9時半から整理券が配られるということです。そうですね、はい、これは1階のイベント広場側の入り口に並んでると整理券がもらえるということです。ほうほう、はい、はい、あとその感謝祭の内容としては、うん、あ、はい、スペシャルトークショーがあるだってね。稲本選手、はい、井ノ葉選手、河野選手、うん、今野選手、関口選手、はい、安田選手、うん、ね、うん、こちらの方たちのトークショー、はい、あとジェスチャーゲーム、ーね、ジェスチャーゲーム、うん、やるんだあとねスペシャル漫才があるみたいね。選手がやるみたいです。選手がやるんですか、うん、すごいよね。デイビッソンとかやるんじゃないお願いしたい、ね、やりたいよね。へー、あとはなんか推しメン投票とかもあるんで。あ、そうなんですか。ツイッターでも投票できるし、当日行って投票もできるみたいな。へえ、まあね、こういう南葛 SC の感謝祭面白そうですよね。へえ、面白そう。ぜひぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、いいな、行きたいな。でもなんか緊張しちゃう。そうだね、はい、で、あの市場挟んでしまった、すいません。いいんですよ、はい、そういう場ですか、はいはい、で、あの感謝祭の終了後に対談選手との交流会があるということですね。そうそうそう、はい、15時半から16時半ということです。亀有香取神社、あ、すぐ隣で場所変えてやるみたいです。あ、なるほど、ね、ほぼ3分ぐらいなんでね、すぐだと思う。まあ、僕行こうと思ってます。うん、マッキーは行くの？私まだ分かりません。分かりました。来月はもう年末号ですから、はい、そうです、ね、特大年末スペシャル拡大号だね、気合い入れてやりましょう。あ、そうですね、はい、ということで終わりましょう、ね、はい、終わりましょう。だって今日マキ女子会があるんでしょ。あ、そうなんですよ、ね、今日でも早く終わろう、はい、ということで、はい、さようなら。
さようなら。やってる。おお、あーちゃん、それ、それはキティちゃん。